よこせよこせよこせ、まだ無理だ。西暦とか忘れるでしょ。お前な、爆弾な、貴重なんやぞ。だららららら。体当たりですね、わら。たたたたた無理やべ、15は。あ、次、まだ装備が足りん。逃げ出す。さあ行くぞーん。多分ね、まだ見たこともない、知ってる人はね、知ってる人は知ってるんですよ。ただね、世代的に見たことがない人もやっぱりいると思うんですね。だから、まあ、そういう人への配慮もしていただけると嬉しいかな。いろんな世代がいるからね。まあ、私は17歳、これお父ちゃんがやってた。おじさんがやってた。それ見てただけさ。私はそれを思ってただけでござる。はい、カムマイホーム。さあ、ちゃ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 。謎解き等々は後からでもできる。とりあえずはストーリーを進めていくぞ。到着。いかにもわしが長老であり、奈良賢者の子孫の一人、サハスラーラーじゃ。なんとリンクよ、幼いお前が大麻の剣を求めておるのか。じゃが、あの剣は誰でも使えるわけじゃのうてな。3匹の魔物を倒し、3つの紋章を手にした勇者だけが使い手になれると、ハイリアンの民は伝えとる。挑んでみるか？もちろんさ。よし。ならば、この神殿にある、今、運ともちろんしかないから、どっちもあれですよね。この診断の勇気の文字を手に入れることができるか。見事で持ち帰ったのはわしの知ってる話を伝えてやろう。さあ、神殿行くわよ。おーペンダントダダダンダダダダダダこっちだね。よし。さあ行きましょう。レッツゴーレッツゴー。俺は止まらないぞ。さあ行くぞー。てってかでーたったかでノリノリです。いややっぱり好きだからね。名作ですもん。先週に続き名作。先週はねちょっとね私のね眠気ゲージがですね耐えられないことになったけど、まあだけどねさあ行くぞ。タクソがタクソも超いい作品ですからね。やったねコンパス。リンク、わしはサハスラーラじゃ。お前に助言を与えよう。この神殿にあると偏りを守った魔物をこの神殿にあると偏りを守った魔物を楽しめる。必ず見つけなされ。これじゃないか。もしかして鍵が鍵をくれ。私に鍵をくれ。サクサクいくよ。感じなんじゃないですか。弓矢んもう行ってねえよな。行ってないとこはないから、鶏並みに硬いな。よっしゃー。復活すんだろ敵が。そんな気がする。あ、しなかった。チャチャチャーっていきますよ。チャ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 ーってね。懐かしいね。もったいないことをしてしまった。素晴らしい。こいつも出さなきゃいけない。